出走です。美しい青空が広がる東京レース場、ターフも絶好の両馬場になりました。注目のスーパークリーク2枠4番での出走、スタンドに押しかけたファンの期待を一身に背負って、ウイニングチケットゲートイン完了、出走の準備が整いました。スタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。2番と1番この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気ウイニングチケット2番快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのは2番、このままリードすることができるか。1コーナーから2コーナーへ向かう。先頭は2番単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは1番、そしてその外を回って岩早秀、1馬身離れて17番ウイニングチケット上がっていきます。先頭から後方まで間延びした展開です。仕掛けどころの難しいレースになりそうですね。先頭2番レースは淀みなく進んでいます。続いて1番サトシスター、岩早秀外から外からスーパークリーク内の方から3番1馬身スター、17番あなたの笑顔のために、そして12番18番並んできたウイニングチケット、ここにいます。4馬身スター成田大志、向こう正面に入って先頭は2番、順位を振り返っていきます。先頭は依然2番1馬身リード、続きました1番、あとは岩早秀1馬身離れてスーパークリーク、その後17番少し後ろから3番ウイニングチケット、ここにいます。その後ろから18番内をついて12番2馬身3馬身開いて成田大志、さらに5番後から15番差がなく7番、さらにその外からは14番差がなく8番、残り 1000m を通過、そしてその後ろから行くのは13番後方2番手に6番最後方ポツンと1人16番2番先頭を進みますが、これは正解でしょうか。2番彼女の客室には合っていますね。大欅を越え4コーナーへ、さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか、まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。ウィニングチケットまだ抑えたままだ。スーパークリーク、ここで抜け出した。スーパークリーク400を切りました。スーパークリーク強い、強すぎる、完全に抜け出した。スーパークリーク、これは強い、余力を残したまま100を通過、食い下がるウィニングチケット、強い強い。先頭はスーパークリーク、変わらないスーパークリーク、足色は衰えないスーパークリーク、大差で今ゴールイン。圧倒的な実力を見せつけレースを制した。主力を尽くした消耗戦、勝ったのはスーパークリーク。2着にはウイニングチケット、3着はビワハヤヒレ。